12球の勝負、最後フォアボール。今マギーがマシソンと話をして、ワンアウト二塁一塁、阿部も宇佐美も来ました。阿部が声をかける。村田、坂本も来ている。3位 DeNA との直接対決の初戦、若き宇佐美がリードしています。さあ今日3安打の宮崎、初球は何から入るか。ストレート空振り、150キロ。今の空振りを見て山本さんどうでしょう、ストレートで押していこうかなと。いや、感じになりますか。それはね、ストレートばかりいくともちろん宮崎のリードうまいですからね、はい、右に打つの非常にうまい選手ですよね。あっと、これもよく避けました。宮崎ストレートを要求していました。宇佐美、あのロペスにはかなり変化球が多かったんですが、危ない。本当ですね、はい、今回コントロールってないから思い切って投げてる感じですからね。どうだ、変化球、ボールです。わずかに外。明暗が分かれるか。打ち返すか宮崎、踏みとどまるかジャイアンツバッテリー。どうでファウル、まっすぐ150キロ。さあここからですね、大越さんですね、ここから今度は右打ちになってきますよね。やはりそうですか、変化球も引きつけて一塁か。それは本当に速いボールのインハイとかね、はい、ちょっと抜けるボールが続きました。さあ宇佐美が構えていますが、変化球セカンドゴロになった。ダブルプレーをジャイアンツが取りました。首位打者の宮崎を抑えました。宇佐美の肩を抱きました。ラスト、この後は長野からです。よくジャイアンツは乗り越えましたね。本当ですね、フォアボールってのは嫌な感じなんですけどね、はい、そしてマシソンがこの宇佐美の肩を抱いて、
よくリードしてくれたというそんな光景が広がりました。